ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケか、てめえ。カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ。カリン、人質に取られるようじゃ足でまとい。てめえ、絶対許さねえからな。すまなかった。てめえ、そんな言葉許さごときと思っているサメロが、このろくでなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい、だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが、オロチマルとやら、お前はまあいい、他のものが問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで？バカな、かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ、なかなかの忍びぞ。面白い。行くぞ。ああ、始まっちゃったよ。くそ。分かっている。っていうか、この先、本気を出して見ようかの。甘いさとよ。残りの二人も普通の力を見極めろ。行くよ。よし、やる。石橋のことを口にしても、この程度の実力では。どうやらまだ本当の実力を出し切ってはいないようだな。さて、ここからどう巻き返すか見ものぞ。僕がやろうか。受けてみな。それがいい。
近した近した何を狙ってる。終わらせるぞ。いや、いえ、あとよろしく。接近したぜ。遠藤佐野をかぐすし。わしに任せろ。もらった。やばい。逃げられると思うな。残念。終わりだ。逃げてみな。すっきりしたぜ。遠藤佐野をかぐすし。そのようだ。今度か。何か仕掛けてくる。僕がやろうか。準備万端じゃ。さて、試してみるか。気持ちから見せてやろう。なんか、やばそうなんだけど。大気が震えている。木竜の術。受けてみな。木竜の術。黒竜の術。行くぞ。おい、行けるぜ。甘い。行くぞ。受けてみな。黒竜の術。うわ、甘いね。お前だ。おさんとずっちゃり。スタッフ、我らを相手にここまで粘るとは。これだけの力があれば強化を減らすのはまだ先だ。最後までやらねば奴らの力を見極められる。ん、何を遊んでいる。水遁水上波水月。やっぱ僕だよね。あまり長くは持たないよ。ああ、アマテラス。やりおる。どうする？こやつ。Yeah.
このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ、想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上より、しっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える、ナルト。今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。マダラ、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。